皆さん、こんばんは。本日2024年7月30日、18時20分、日本時間と日付です。水泳界の皆さん、先ほど本田灯選手の時が、最初の方は、頭の中渡せていたんですが、前半悪くはなかったと思うんです。で、途中から頭の中全く渡せなくなりました。で、その後の、寺地選手でしたでしょうか。まあ、なんとかという選手の時に、まあ、頭の中渡しながら、まあ、中に入り込むような形ですね。で、それで、まあ、腕の力や足の力も渡すというような、形ですね。まあ、それでもう、自己ベストタイムよりも、1秒遅かったので、テレビ見ながらでもしっかりと選手の能力を発揮できる方法がまだ僕の中で思い出せてない状態です。平泳ぎのちょっと今名前出てこなくなってしまってるんですけども、北島康介選手ですね。その時もしっかりとテレビ見て、取り込む形で、金メダル獲得できてますんで、早急にまだちょっとテレビ見ながらの方法で、試合できるだけ取り組んで、そのしっかりとしたタイムが出せるように、何度か自分が対応できるように、あの時どういうふうな形で、できたか、それも、思い出したいところです。まあ、頭の中は供給しにくくなるパターンとして、まずレーンを見失う、選手を見失ってしまう、それとあとそれレーンを見失ってもコンピューターさんの方でつないでくれてる可能性があるんですね。だからまあ僕の方でまず慌てないという方法、そういうふうに、対応する、頭の中は行ってればつながってるはずですから。で、あと自分の呼吸が苦しくなって、こう自分が息継ぎを呼吸を止めてる状態で、息継ぎを息をした時に頭の中がの供給が、相手への供給が止まってしまってるんですね。だからそこでもう一度頭の中をお渡ししますだとか、まあそういうふうな状況で、もう一度頭の中を渡したりだとか、まあそういうふうな形でしたので、まあ今思いついたのは、選手が息継ぎをする瞬間に自分も呼吸をするような形で対応したら、まあ、うまくいくかもしれないと。まあ、そういうところですね。まあ、まだ今ちょっと、はっきりとした内容が確立されてませんが、まあ、早急に対応していきたいと思います。